キチャンネル。金曜日です。総チェック。はい、皆さんこんにちは。5月5日、子供の日でございます。総チェックやっていきましょう。ゴールデンウィーク。皆さん、どう過ごしですか？休んでますか？球場行ってますか？仕事してますか？ね。いろんなゴールデンウィークがありますけども、皆さんね。今日この総チェック見ていただいてありがとうございます。ということでね、長くなりますから、今日もスピーディーにやってまいりましょう。さあ、ということでね、楽天対ロッテ、まずは、5月2日5対1で楽天、3日0対2でロッテ、4日6対0で楽天、楽天の2勝1敗で勝ち越しってね、いうところになりましたけども、2日ね、5対1で楽天、この日先発ね、楽天騎士、8回97球、6安打4三振、1球1失点と、150勝おめでとう。ナイスピッチング、まあね、結構リーチがかかってましたけども、やっとっていうところでね、150勝。でまあこの日のピッチングっていうところで言うとね、まあ前回ね、対ロッテ戦6失点っていうところでね、まずはリベンジ完了っていうね中で、まあこの日はね、ストレートスライダーがね、軸中心、投球の中心の軸の中で、でまあカーブでね、緩急をつけて、まあいつもね、このチェンジアップがね、多いようなイメージあるけども、この日はね、チェンジアップが少なくて、バスクスライダーをね、軸に緩急っていうところで、カーブをつけて、ピッチングがね、またうまくはまったと思います。その中でね、楽天は、初回ね、ワンアウトから、小深田ライト前ヒット。で、浅村の時にね、すかさず小深田盗塁、フォアボール、ね。で、芝内がワンアウト1、2塁から、ライト前ね、先制タイムリーヒットっていうところでね、1点取るけども、ファーストランナーの浅村がね、3塁狙ってタッチアウト。これはちょっとね、もったいないね。これ、2アウトだったらね、このセカンドランナーをね、このホームにね、返すために犠牲になったっていうところもあるけども、結構楽勝で打てるんだったからね、ちょっとこれはね、もったいないかなっていうね。でその中でね、2アウト1塁から岡島の時ね、島内が盗塁、しかも完全ノーマークで、田村もね、投げることすらできずっていうところでは、西野バーンと、田村をもっと指示しなきゃ走るかもしんないぞとかね、このね、ノーマークのね、盗塁をね、かなりね、痛かった。でも島内はね、かなり大きい。でその後ね、岡島がライトへね、タイムリーツーベース打って、この1点というところがね、非常に大きかったかなと。で4回表にね、ロッテはポランコがね、ホームランを打つんだけども、ここでね、2点取られてるから同点にね、追いつけず。で5回の裏にね、すぐさま、山崎がね、スリーベースを打って、これ一発でね、銀次郎がタイムリーヒットを打つっていうところがね、大きかったね。この一発でっていうね、こうまだボタボタしてたらね、点入ってない可能性もある中で、この一発で1点取ったっていうね、ところも。でね、8回裏にもしっかりね、岡島ツーベースからフランコね、タイムリーで、隅田にまたタイムリーとね、2点取って、先制中押しダメ押しと、完璧な試合展開でね、5対1っていうところでは素晴らしかったんじゃないでしょうか。でロッテね、先発西野、5回94球7安打4三振39球3失点と、まあこんな感じだね、今の西野は。でも試合は作るからね、そういった面では、まあね、早めに援護点を取れなかったっていうところが、まあ一番かなと。で、打線においてはね、この1、3、9回にね、チャンスに1本出ず、初回ね、2アウト1、3塁から安田がね、レフトフライアウト。ね。で、3回、2アウトからだけど、藤原がね、連続ヒットでチャンス作るも、井上がね、三振。で、9回もね、ラストチャンスっていうところでね、ワンアウト2、3塁から佐藤フォアボールでワンアウト満塁になるけどもね、角中岡と連続でアウトになって得点できずっていうところでね、チャンスある中で1本ずつ、逆に楽天はね、チャンスある中でそれをね、着実に点にしたっていうところがね、この5対1の点差だったかなと思います。続いて3日、0対2ロッテっていうところでね、まあロッテ先発大島で楽天先発則本ね、もうミスもなく、お互いね、非常にいいピッチングね。大島7回108球4安打3三振4四球無失点と。で、楽天の榎本ね、8回107球5安打2三振1四球無失点と。まあ完璧なね、ピッチングする中で、まあこうなってね、拮抗してくると、決着はね、ミスか、ホームランかっていう中でね、楽天もビッグチャンスあったのよ。もうね、9回裏、ね、ピッチャー沢村、先頭島内フォアボール。で岡島がね、三振するも盗塁ね、西川が成功、その中で田村が悪送球でワンアウト三塁で、ここでフランコ浅いレフトフライでタッチアップできず、で小郷がショートゴロ、ここで1点サヨナラ取っとけばっていうね、取れる時に取んないからこうなるっていう。で楽天はこの日4安打っていうね、チャンスもほぼなかった中でね、この相手のミスからね、こういう拮抗した場面はミスかホームランかっていうところで、ロッテがミス出たっていうところで、これがね、使えなかった。前日はチャンスでものにできたのがね、できなかったっていうところはね、めちゃくちゃ大きかったし、田村はね、フォーっていうね、冒頭のおかげで負けてた可能性あったからね。で、その中10回の表ね、楽天はね、松井から内にピッチャー変わってね、で、先頭井上がね、センター前ヒット。ね。で、ポランコ、ね、初球、
ライトへツーランホームラン、こういう試合はエラーかホームランかのね、ホームランで決着がついたっていうところで、まあポランコね、前日にもホームラン打ってんだよ、同じようなところで。初球ね、キャッチャーインコース構えた。でそこをね、何気なしに投げるんじゃなくて、もっとちゃんと投げないと、かなり意識して投げないと、なんとなく投げたように見えた。でそれが甘めに入ってホームランっていうところはね、まあ、ちょっと若さ出たかなっていうところはあるけども、うちね、もっと慎重に、もっと繊細に、もっと大胆に、もっと気にして、投げたのかもしれないけど、投げました、ミスコントロールしましたっていうところが許されない状況だった時にね、そこら辺はもうちょっとね、意識とそれをね、結果に結びつけるっていうところがね、非常に大事になってくるかなと思います。で4日ね、6対0で楽天っていうところで、この日ね、楽天、松井友高ね、5回92球3安打2三振2四球無失点と、まあ、立ち上がりからね、ちょっと制球定まらずね、 1,2,3 回とね、先頭を出すも、まあね、フォアボールが2個っていうところでね、これ抑えたら良かったかなと。あと、尻上がりにね、低めに制球がね、しっかりできてたっていうところもあるんで、まあ全体的にはね、この絶好調だったかっていうとそうでもないような気がするけどもね、まあランナー出しながらもね、なんとか踏ん張ってね、なんとプロ入り初勝利っていうところではね、グッと、ナイスピッチ。で、ロッテファン先発森ね、4回3分の2、97球、5安打5三振、2四球3失点と、これ逆にね、森はね、立ち上がりから制球良くて、変化球とのストレートのコンビネーション、低めの制球力、非常にね、良かったんだけどもね、これが問題が起きたのが5回裏。先頭山崎ヒット。で、太田送りバント。で、西川フォアボール。で、小深田セカンドゴロ。ツーアウト、1、3塁からね、浅村のセカンドへのタイムリー内安打。打球早かったけどね、あれ中村が処理しとってばね、なんてことない打球だったけども、ちょっとポロッチして、ね、体で止めて、セカンド投げて、ね、スライディングとキャッチ、セーフ、リクエストでも変わらずセーフっていう状況になった、このね、場面をね、説明しましょう。でもね、ちょっと後で説明しますね。で、ここで1点入って、で、その後ね、ピッチャー鈴木に代わって、島内フォアボール、岡島タイムリー、で、鈴木第一フォアボール、で、フランコね、ピッチャータイムリーで足に当たってね、山崎剛ね、ライトでタイムリーヒットって、一気に5点取るっていうところでね、まあ鈴木ね、この対左に外のまっすぐスライダーオンリーはちょっときつい。逆球以外ほぼ外だからね。でそれが甘めに入ったら打たれるっていうところは、もうちょっとインコース使うとか、まあこれ入団してきた時からの課題だけどね、もうちょっと左にもチェンジアップ使うとかインコース使うとかやっていかないと、外の出し入れだけでは正直きついね。それぐらいなんか天下一品の球があるわけでもないし、もうちょっとコンビネーション使わなきゃいけないんだが、まあ、それをね、完璧に仕留められてるっていうところでは、まあね、ちょっと足に当たったところでね、抹消するっていう情報入ってきたけども、そこら辺の対左バッターに対して、ね、一軍はそんな外オンリーじゃもう打ち取れないからね、もうちょっと練習がね、必要かなっていうところは見えたね。で、まあ7回裏にもね、山崎のね、タイムリースリーベースで1点取って6対0。まあこれはもう、完勝、完敗だね。さあ、それであのプレーについて説明しましょうね。ちょっと俺の説明不足っていうのもあったけどもね、この入ったかどうかわからなかったら入ったところらへんがあのこのキャッチの判断基準になるけども、入ったところが見えてればついたところだからね。っていうことはこのね、あのプレーは入ったところをセンターカメラから見えてたからね、入るところが。だから入るところが見えてる場合はついた時、ついた時、ついた時、ついた時が判断基準。入ったところが見えない場合は、こうね、入ったところが見えない場合は、入ったところらへんが基準になるっていうところだからね。見えてれば、入ったところじゃないからね。見えてれば当たったところだからね。基本的には、ボールがグラブに当たったところだからね。基本的には。それが見えなかった場合は、入ったところが判断基準になる可能性がある。でも、正確には、当たったところ、当たったところ、当たったところだから、入ったところじゃないからね、正確には。ここだけね、ちょっと俺の説明が下手くそだったかもわかんないけども、しっかりしてもらいたい。ね。入ったところじゃないかな。入ったところが見えない場合は、入ったところになる可能性あるけども、入ったところが見えてる場合は、当たったところだからね。ここら辺、皆さんね、間違った認識をして広めないようにお願いしますね。ちょっと、さぞきの説明不足だったかもわかんない。で、あのプレイ考えるとね、センターカメラで入ったところは見えてた。で、スライディングがあのもうペイペイドームの360度カメラいるね、あのスライディングがもういつベースにタッチしてるのかが分かんない、全く。正直一番の問題はあのプレーの判定が覆るような映像がない、これです。
だからもういつベースにタッチしたのか分かんないということは一番目の前で見てきた人の判断になるからね、そういったところではもうね、カメラワークっていうかね、もうカメラのね、動画の種類による問題はもう全く見えなかった。この絶対違うっていう判断がない、それが答えです。あとグローブのところはね、皆さんしっかりもう一回再認識してくださいということでね、楽天対ロッテ、結果は2勝1敗で楽天の勝ち越しでした。続いて西武対日本ハム、2日1対7で日本ハム、3日3対1で西武、そして4日、0対1で日本ハム、日本ハムの2勝1敗で勝ち越しっていうねところになりましたけども、2日ね7対1で日本ハム、日本ハム先発伊藤ね、7回108球4安打6三振1四球1失点で、勝ち投手ね、最後のチャンスかもしれないと本人言ってましたけどね、その中でね、まあ、アウトコースのねスライダーが抜群っていうところで、まあ、結構ねボール球、西武打線ねボール球振らせてたから、腕もしっかり振れてね、多分ストレートもしっかり投げ込んでキレもあったんだろう。そこでねスライダーとのコンビネーションで西武打線がねバットが止まらなかったっていうところはあると思う。で本人はね腕がちぎれてもいいと思って振りましたっていうね、振った成果があの結果だと思うんだよね。で西武打線はねあそこまでアウトコースのスライダー、特にボール球振らされるとっていうか振ると厳しい、正直あそこも我慢しないとね。まあその中でね西川63打席ぶりに日曜日にねヒット打ってね、この日、ね、2日の日もヒットとね、やっぱり1本出たら変わってくるね、そういったところでトントントンってね成長していけばまた面白いんじゃないでしょうか。でね、日本ハムはね大胆な作戦がね、帰ってきたっていうところでね、3回先制点ね、先頭磯畑がセンター前ヒットで、ここで磯畑がね2投3投とね続けていって、3ボール2ストライクから江越がスクイズグッ、ここまでね新庄監督も去年みたいなねダブルスチールを頻繁にやるとかね、ランナー三塁でエンドランとかね、そういったところの奇抜な作戦があんまり今年全出てなかったけど、ここに来てね3ボール2ストライクからスクイズというところではかなりねいいタイミングで、しかも2投でね2投3投して決めるっていうところでね非常に良かったんじゃないでしょうか。で6回表もねこの谷内がセンター前で、松本ねバンドするもエンスがねファーストに悪送球パッとね、で野村抜き犠牲フライで、万波のね本当この土先のピッチャーゴロをねエンスがねフィールダースチョイスっていうね、まああれ、まあ、左だからねこう一回見たんだよね、サード見てからホームはねもう無理だ、あのタイミングは絶対に、もうそうしたらファーストが良かったかなっていうねところで、まあフィールダースチョイスっていうところもあるけど、まあこれはね、まあ、どっちにしても2点目は入ってた、その前のねバンド処理が痛いね。でその裏にね6回裏ね外崎の内野ゴロの間にね1点取って3対1にするけども、8回万波の、サードゴロ、このバキロ悪送球バッとね、でこのマキノンね山川が復帰したっていうことで17試合ぶりにサード守ったんだけども、ちょっとで9回もね江越で、水野ね犠牲フライっていうところで、まあ、盗塁も絡めてね得点して、まあ、7対1完勝ですけども、西武はちょっとミスが多いからもったいないね敗戦になったけども、まあ1失点で抑えられてるからね、ちょっとそこはねまあ無理だったかなとね。で3日の日ね3対1で西武っていうところでね、この日ね、日本ハム先発鈴木ね、5回86球5安打1三振2四球2失点でも自責ゼロっていうね中でフォームも安定してるしね非常に文句だし、ただ牽制がまあこれまでねもう悪送球投げてたし、この日もね悪送球っていうところで、ここねこう牽制上から投げるんだよね、もうあれやめた方がいいと思う。渡辺俊介の牽制4から投げてたからね、だからね、投球フォームと同じようにサイドスローかもしくはアンダー気味に牽制ね投げる練習した方がいい。無理やり上から投げるとねバランス崩してこの感覚分からなくなるから暴投おるよ。だからこれ2回目でしょ、だからもうそろそろねもう牽制をサイド気味のね練習した方がいいんで、そこら辺はねちょっと修正する必要あるかなと。で西武先発タイラーね7回115球8安打6三振1四球1デッドボール1失点と、まあ、中14日っていうところでね登板間隔かけてピッチや登板っていうところになったけどもね、まあ、4回表にね野村のタイムリーヒットでね先制点許すけどもね、しっかり抑え切ったっていうところでは非常に良かったし、まあね7回ねマルティネツーベース、磯本フォアボール、矢沢フォアボールでノーアウト満塁のピンチ作るけども、松本 1-2-3 ダブルプレーで八千代ねセンターフライと、ここのピンチをね乗り切ったっていうところがね非常に大きかったかな。で、まあ、4回裏ね1点先制されて、ここね頓崎フォアボールで、牧野の打席で、ね、鈴木が牽制悪送球で、ワンアウト3塁になって栗山フォアボールで、山川がねサードゴロの間に1点を上げてね同点になって、で5回裏もね、滝沢センター前ヒットで、愛斗のね、サードゴロアルカンタラファンプルっていうね、
で、西川送りバントを決めて、外崎がね、セーフティーバッティング、外崎が。ね、もう滝沢の三塁ランナー、代理人形がえげつないぐらいでかかった。だからあれキャッチャーね、見とくとピックオフプレーやったら完全アウトだったよ。だからね、もう終わってもないしかないからね、今度の戦いでは、ああいったところね、もうちょっと三塁ランナー、特にツーストライクになった後、見といた方がいい。かなりでかいね、第2位取ってくるから、本当に、セーフティースクイズじゃない、セーフティーバッティング。その先ももう当てただけのセカンドホールだったからね。そういったところではね、次の時に、そういったところは注意する必要があるかなっていうところと、まあね、滝沢も思い切った第2位と、で、その先もね、そのセーフティーバッティング、確実にできたっていうところは非常にね、大きかった。で、これでまあ、勝ち越しだからね。で、8回裏に、ツーアウト1から山川がね、レフトにタイムリーツーベースで3点目取って、非常にこの1点が大きかったと思うけども、なんかレフト松本のね、動きがなんか変だったわけ。照明入ったのかなんかね、ちょっと動きがちょっと止まったりスローになったりしてね、取れてたんじゃないのって思うけどね、じゃあ管理はどうしたんだろうっていうね、ところはちょっと疑問に思いました。ね、で、そして、4日、1対0で日本ハムっていうところで、日本ハム先発ね、リリーフから北山ね、今季初先発っていうところで、6回75球、ノーヒット。5三振2四球無失点というところで、まあ先発転向初登板だからね、今季で言うとね、まあ去年は開幕ね、投手になったけども、だからまあノーヒットノーランだけども、まあ変わる場では0対0、6回ではね、まあ接戦だったっていうと、まああって、まあ交代かなっていうね、まあその中でね、本当にフォームも安定してたし、まっすぐナックルカーブ、スライダー、チェンジアップともにね、まあストレートのキレがあるのはもちろんだけども、すべての球種がコントロール、制球力があって、低めのチェンジアップっていうところがめちゃくちゃ良くて、非常に、クピッチ、ね、その後ロドリゲス、玉井、宮西、田中正義とね、ノーヒットノーランリレーかっていうところでね、田中正義で2安打されるも3三振でね、しっかりゲームを締め切るっていうところでは非常に素晴らしかったかなと。で、西武はもう最終回のね、このヒット2本のみだから、この9回裏のね、2アウトから愛と鈴木のね、連続ヒットで2アウト1、2塁、ここで殿崎が打ってればね、サヨナラだったけども、三振っていうところでね、まあ、唯一のチャンスを生かせなかったっていうね。で、逆に日本はね、7回万波ね、アウトコースそんなめちゃくちゃ甘くなかったけども、センターバックスクリーン左にね、ホームランっていうところでクパッてね。でも西武もね、愛と初回ね、愛とダイビングキャッチっていうところでね、愛とゴールデングラブいけるんちゃうかっていうところのね、プレーに見えましたねっていうところかな、うん、ということで結果2勝1敗で日本ハムの勝ち越しでした。続いてソフトバンク対オリックス、2日0対1でオリックス、3日4対9でオリックス、4日8対7でソフトバンク、2勝1敗でオリックスを勝ち越しっていうねところになりましたけども、2日ね0対1でオリックスっていうところで、オリックス先発宮城ね、8回105球5安打8三振1四球無失点と、まあ、前回ね対日本ハム2回降板5失点っていうところでね、まあ、リベンジ登板になったけどもね、本当になんか投球等の声も出てね、気迫を前面に出して非常に素晴らしかったかなと、まあ、緩急がねついたっていうのはもちろんだけども、右足の踏み込みがめちゃくちゃ強く踏み込まれてて、体重もしっかり乗って投球できたっていうところも、下半身を使えた投球ができたっていう中で、ストレートも力強く変化球もっていうね、緩急がついたところだったかなと。で、まあソフトバンクはね、もう完敗っていうね、ところだったけどもね、まあ1回2回でね、チャンスで1本出れば展開変わったかもわかんないけど、ソフトバンクね、初回、ワンアウトからね、近藤レフト前、柳田アウトになるけども、栗原レフト前で、2アウト1、3塁からリチャードがね、キャッチャーゴロ、ね、2回裏、ね、ワンアウトから今宮センターツーベース、見ないアウトになるけども、ツーアウト2塁ね、三森でセカンドゴロ、ここでね、どっちか1点でも取ってれば、状況は大きく変わってたと思うけども、まあ、ソフトバンク先発、大関ね、7回118球、9安打4三振、2四球、1デッドボール、1失点、グッピッチ、これはもう攻められない、仕方ない、ね、その中でね、1点取ったのはね、5回表、9番、茶野がね、センター前ヒット、オリックス、山橋が送りバント失敗、キャッチャー、ファールフライ、バーッと、この接戦の中でっていうね、でもその後ね、2番宗がレフト前ヒット。で、中川がね、レフト前ヒットで、ワンアウト満塁になって、森の犠牲フライ。これで1点取ってね、しっかり勝ち切ったっていうところはね、非常に大きかったかなと、ね。で、宮城のね、その後も平野がね、しっかり抑えて、ナイスセーブっていうと、あとは杉本がね、若干ふくらはぎ食べて、登録抹消されたけども、ふくらはぎ時間かかんのよ。ハムだったらまだよかったけどね、ちょっとここら辺はね、オリックス打線心配だねっていう中でよ。その杉本がいなくなって心配っていう中で、5月3日4対9オリックスね、オリックスプロ野球19年ぶり先発全員マルチ安打、クッパっていく内野がな、内野がらこうだった、内野がらかぶるんですよ。
これはえぐいね。19年ぶりだもんね。19年前。っていうことは2004年か。あったんだね。どの球団だろう。調べればよかった。ね。まあ、22安打。ね。すごい。でも、9点。ソフトバンク、9点でよく抑えたって言っていいのかっていうね、中だったけども、もうこれはもう完敗だね。ね。先発武田ね。2回59球、11安打、3三振、6失点。で、バンドね。3回63球、5安打、4三振。3フォアボール、1デッドボール、1失点。で、古川も2失点とね、まあ、9失点になったわけだけども、まあ、その中でソフトバンクね、このアスディーヨと、まあ、来日初ヒット、で、ガルビス2安打っていうところで、外国人選手がね、ここで打ってくればソフトバンク打線もね、厚みが増してくるっていうところはあるけども、ね、この杉本不在でね、どうなるのかって言ったら、いなくなっても先発全員安打、しかもマルチ安打、非常にね、素晴らしいバッティングだったと思います。ね、これも解説不能でございます。はい。で続いて5月4日、8対0でソフトバンクっていうところでも、ルーズベルトゲーム多すぎ、最近も解説しづらい。ね。この日もね、先発大野、ね、2回53球、2安打4、フォアボール4、2失点っていうところでね、まあ初回ね、オリックスが長川のね、センターのタイムリースリーベースで2点先制して、ね、ここで、わ、この勢いのまま3連勝あるかっていうところでね、1回裏、ね、ワンアウトから、柳町今度連続フォアボール。で、柳田アウトになるけども、栗原ね、レフト前タイムリーヒット。で、その後、アスディーヨ、今宮も連続フォアボールだからね、まあ、ガルビス打ち取ってね、まあ、なんとか2失点で収まったけど、ちょっとこれはね、リズム悪いなっていう中で、3回の表ね、長川がホームラン。おこれでやっぱオリックス行くなって思ったらね、4回の裏、今度がね、今度逆転スリーランホームラン。やっぱりソフトバンクかと思ったら、6回表にね、今度は小高センタータイムリーヒット代打ね、で、茶のセーフティースクイズ、ナイスバン。ね、でもね、タイムリーヒットで3点、また大逆転、やっぱオリックスか。しかも8回表で、ね、茶野のタイムリーヒットで7対5になって、これはもう勝ったなっていうね、しかも3回裏、ね、ガルビスのライト前ヒットをね、ライト茶野がね、急にタッチアウトっていうね、素晴らしいプレーも生まれて、これは勝ったなと思ったら、8回裏、ね、ピッチャー、山崎総一郎。これで勝ったと思うやん、普通ね。そしたら、川瀬レフト前。三森セカンドゴロアウトになるけども、中村が起死回生のライトスタンドでツーラン。同点ホームラン。まさかっていう。で、7対7。で、まあ、10回裏にね、ピッチャー平野になって、近藤フォアボール。で、柳田センター前。で、栗原がね、センターオーバーのタイムリーツーベース、さよならっていうところでね、試合が終わるんだけどもね。まあでも、このオリックスの表とすれば、前日ね、19年ぶりの先発全員、マルチアンダー打ってんのに、この日も14アンダーで7得点できたっていうところはね、非常に打線の好調さっていうのは、負けながらもね、あったんじゃないのかっていうところでね。で、あとは、このね、まあ、この10回表にね、オリックスね、先頭ゴンザレスがね、モイネロからツーベース。で、若月送りバント決めて、ワンアウト三塁で、ここで1点取ってればっていうね、ところだったけども、紅林がね、ショートゴロ。で、ショート嫁谷がね、ホーム投げるの。ホーム投げたらよ。はっきり分かんないけど、多分そうだと思うの。峰井がスルーしてここに当たったの。嘘でしょっていう。で、サードランナーゴンザレスが止まってんのよ。ここに当たったの。ショートスローが。ここに当たって前に落ちたの。嘘でしょっていう。そしたらモイネロがそこにいたの。で、三方間に挟んでゴンザレスアウトになったけど、あれ、トイーン行ってたら終わってたよ。笑えないプレーだったよ。ね。まあ、なんとかね、まあ、奇跡の月があったなっていうね、ところとね、まあそこがね、あっての最後の栗原のサヨナラだからね、まあ3連敗しなくてよかったなっていうソフトバンクでしたし、まあ、オリックスとしてはね、まあ、3連勝できたなっていうところもあるけども、そうやってね、先発全員マルチアンダー打ちながらも、次の試合もね、しっかり打って得点できたっていうのは、非常にね、打線の好調さっていうのはね、まあ、今日、この金曜日にもつながっていくんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。続いて、巨人対ヤクルト。2日、5対7でヤクルト。3日、8対7で巨人。4日、8対7で巨人ということで、巨人の2勝1敗で勝ち越しとなりましたけども、この3連戦、両チームね、巨人は21得点で、ヤクルトは21得点、しかもルーズベルトゲームが2回、どうやって解説するんだよみたいなね、ところの試合になりましたけども、そういうのになったらもう細かいところとか関係なくなるじゃん。もう打ったもん勝ちじゃん。ね。その中でね、解説していきましょう。難しいよ、起こる試合は。ね。
まあ、その中でね、5月2日、5対7でね、ヤクルトっていうところで、まあ、巨人はね、コツコツ点取って、まあ、初回もね、坂本がね、サードね、ベースに当たってるね、タイムリーっていうところで、で2回もね、丸がフォアボール、で大城がね、レフト前ヒット、ブリンソンタイムリー、で戸郷もね、犠牲フライ、ね、で疲労がアウトになるけども、秋広がタイムリーっていうところでね、まあ、4対0、まあ、これでね、巨人行こうかなと思ったけども、まあ、4回の表ね、オスナがホームラン。で6回の表、ね、山田がホームランからの村上オスナフォアボールで中村がね、センターの同点タイムリーなんだけども、ここでね、戸郷からピッチャー鍵谷に変わってね、その中でよ、センターブリンソン雑です。普通に取ってたらファーストランナーは帰ってこなかった絶対、ね、でしかも次のね、まあ、代打川端が出るからひょっとしたら1点取られてるかもわかんないけどもね、ここあの同点になることなかったと思う。雑ですブリンソン、バッとでね、攻撃してで逆転されてね、で8回表にね、オスナの和田勝ち越しのツーランホームランっていうね、で8回裏ね、中田翔がホームラン打つけども、まあ、9回の表にね、青木が犠牲フライっていうね、ところでこれね、まだ6対5だったのよ。でこの犠牲フライね、レフトファールゾーンなのよ、レフト秋広、あれは取っちゃダメです、バーッと取ってホームさせるんだったらいいよ、でもさせないんだったら取っちゃダメなのよ絶対にね、あれはもう本人次第だからね、ベンチから指示なんて出ないから、ああいうところファールも取っていいよなんて指示見たことも聞いたこともない。もうあれは本人の問題、ホームで自分がさせると思ったらファールでも取っていいし、もしくはファールかフェアかギリギリ分かんないっていうところは取らなきゃいけないし、完全ファールでさせないんだったら取っちゃダメですバーッとね。でまあ、巨人はね、この戸郷から鍵谷にね、ちょっと系統がね、裏目に出たかっていうね、守りきれずっていうところで、まあ、乱打戦をね、ヤクルトが制した形になりましたね。まあ、ここからね、まあ、山田がね、復帰っていうところで初ホームランはね、非常にヤクルトとしては明るいね、兆しがね、見えてきたんじゃないのでしょうか。で、3日ね、8対7で巨人っていうところで、まあ、巨人ね、ブリンソン、またまたミス、3回、5対0から、ワンナウトからブリンソンツーベース打って、代打門脇のセンターフライをアウトカウント間違えて走っててダブルプレーバーッと、ね、で、疲労がね、5回裏ブリンソンのツーランホームランから代打ウォーカーがツーベース打ってバンド失敗でウォーカー三塁アウトみたいなね。でその後秋広163ダブルプレーみたいな。でミス多いなってなっても結果よ、岡本3号ブリンソン3号ツーランブリンソン4号スリーランホームランを打って全部帳消しです。だからこれだから野球は面白いよね。ピッチャーはね、1球のミスで全部が終わるの。120球めちゃくちゃいいピッチングしてても、121球目にコントロールミスしてホームラン打たれて大逆転狂ったら120球が全部台無しになるんだけども、野手はどんだけミスしてもここぞっていうところでホームランバチコーン打ったら全部帳消し。これが野球だから面白いね。でも2試合続けてポロンチョとアウトカウント間違いだからね、もうちょっと集中しよう、プリンソンバッとでホームラングッドナイス、だから面白いね、だから使っちゃうね。ヤクルトもね、この6点差の逆転はねちょっと痛いかなと、2回表3点ね、3回表2点4回の表1点と6対0からの逆転負けだからね、5対3でね、2点差になってからのね、5回表の攻撃、ヤクルトね、長岡センターツーベースで、ね、内山セカンドで内野安打っていうところでね、ノーアウト1、2塁になって、高梨のね、3バント失敗、アウト。これ痛い。その後ね、浜田のダブルプレーっていうところでね、ここで遅れてて1点でも取ったら、勝ってたかもしれない。ね。で、6回表、6対5の1点差にね、追い詰められて、青木がセンター前、で、竹岡送りバント失敗。ね。バッとここもねしっかり決めてればっていうねところでちょっとミスがねあったのが痛かったね。まあその後ね、まあ、8回の表にねこの長岡のセンタータイムリーヒットで7対5になってこれ勝ったなって正直思ったけどね、木澤が守りきれずねブリンソンに3ランっていうところでね8対7のルースベースゲームね、16アンダーを払ってねヤクルト敗戦、これはちょっと痛いね。で4日8対7でね巨人っていうところで、まあ、この試合ね、まあ、この試合も解説が難しいんだけども、まあ、この試合ね、丸がプロ16年目で初サヨナラホームラン、ちょっとコンディション不良でね、休んだ時期あったけども、まあ、坂本丸がね、打ち出すとでかいね、巨人はね、坂本4号ツーラン、岡本ソロ、で丸がね、ソロっていうところでね、まあね、主役がね、ホ
ホームラン打ったっていうところもでかいし、ヤクルトもね、塩見がね、この試合から復帰してホームラン。で、村上が18試合ぶりにホームラン。で、中村もね、2号ホームランと、お互いね、3発3発打ったけども、まあ結果ね、8対7。ちょっとね、これはもうね、解説不能です。皆さん見てください。めちゃくちゃ打ち合いました。ね。まあその中でね、強いて言ったら、まあその後ね、挽回したんだけどもね、5回裏ね、ツーアウトから、秋色のサードゴロね、村上悪送球。その後、坂本のツーラン、岡本のホームランでね、チェンジだったのに3点取られるわけ。まあ、その後ね、4回にね、村上はね、大江からツーランホームランを打ってね、そこはね、取り返してたからいいんだけども、でも試合の流れっていうのがあるからね、このエラーがなければっていうところはあったけどもね、まあ、その後ね、しっかりね、打ってね、取り返すっていうところは村上のね、素晴らしいところでもあるし、まあ、村上がね、18試合ぶりのホームラン、で塩見もホームラン打ってね、帰ってきた選手もいれば調子もね、ここから変わるかもしれないからね、そういったところではまた今日からのね、ヤクルトね、まあ、今日試合ヤクルトは大事だね、特にね。で巨人はもうちょっと坂本丸打ち出したらね、ちょっと怖いなって。でもね、ブリンソンのねとか、そのしょうもない細かいねミスっていうところが命取りになるからね、そこら辺はどうやってね、この後のこのゴールデンウィーク3試合ね、戦うかっていうところは注目どころですね。まあ結果ね、2勝1敗で巨人の勝ち越しでした。ちょっと難しい、この、ルーズベルトゲームは、解説が。続いて、DeNA 対広島。2日、1対6で広島。3日、4対1で DeNA。4日、3対2で DeNA。結果、2勝1敗で DeNA の勝ち越しっていうね、ところになりましたけれども、2日ね、1対6で広島っていう中で、DeNA 先発ね、ガゼルマン。6回84球、2安打2三振、2四球、1失点と、まあ、両コースにね、ツーシーム、カットボール、スライダーっていうね、両幅を利かせてね、非常にグッピッチング。その中で、ナックルカーブ、チェンジアップって、縦の変化も入れてくるから、もうまさにね、4次元投法。ね、完璧な腕の振りも良かったしね、ピッチングだったと思います。で、広島はね、2回表、ノーアウト2、3塁からね、この坂倉が先制のね、レフトへ犠牲フライ打つんだけども、ここもね、低めをね、よくね、犠牲フライにしたなっていうね、ガゼルマンも低めしっかり投げてんだよね。まあ、それをね、坂倉ね、非常にバットコントロールうまくて犠牲フライよくしたなと。で、ガゼルマンもね、ピンチも作ったけども、タイムリーヒットを打たれることなくね、ここ1失点のみでね、踏ん張ったっていうところは、非常に良かったし。で、広島先発、床田ね。6回3分の1、96球、7安打、2三振、4四球、1失点と。今日はね、全体的に球が高くて、制球も今一つね、苦しい投球の中、まあ相手のミスもありね、なんとか粘りの投球できたかなと。まあそのミス何かっていうとね、まあ DeNA ね、4回裏、先頭宮崎レフト前ヒット、牧フォアボールでノーバウト1、2からね、桑原、送りバント、失敗、バーッと。まあここね、ピッチャーのとこだね。ちょこちょこちょこってね、ダッシュも良かったし、三塁までね、短い距離の中、ショートスローになるんだけども、素早くね、取ってショートスロー、非常にね、グップレー。何気にね、難しい。あのプレーね。で、8回裏にも、ね、1対1の同点の中、ね、関根がセンター前、大和フォアボール。で、ノーアウト1、2塁からね、伊藤送りバント失敗。キャッチャー、ファールフライ。バーッと。ね。ここも遅れてた。この接戦の中、このね、2つのミスも痛かったし、で、初回のね、ワンアウト満塁から桑原ダブルプレーっていうところもね、ここで1点取ってればっていうところがね、大きかったね。で、6回裏ね、関根のタイムリーヒットでね、1対1なんとか同点になるけどもね、9回なんとね、ワンアウト3塁から秋山のね、ファーストへの勝ち越し内野安打で、その後ね、マクブルーム西川がね、連続ヒットで坂倉がね、満塁ホームランでね、一挙5点で6対1っていうね、まあ、山崎康明ね、ちょっと守りきれずっていうね、ところでは最後ね、集中打が増したかなと。DeNA はやっぱりね、取れるときに取んないとからで、こうなるっていうようなね、試合展開でしたね。で、まあ、ポイントとしては7回裏ね、ピッチャー交代。これがね、キーポイントだったかなと。ね、ワンアウト2塁から宮崎のときに島内に代わってフォアボール出すんだけども、牧、そして楠本をね、連続三振で乗り切ったっていうところは、非常に大きかったしね。で、その9回表もね、菊池のね、先頭ね、ツーベースっていうね、こう審判の前の打球はね、リクエストできないっていうね、際どいね、フェアかファールかどっちかわかんない際どいね、ところだったけども、そこからね、野間がしっかり送りバント決めたっていうところもね、この DeNA とのね、違いも出たし、ね、秋山タイムリーね、で、最後は坂倉満塁ホームラン、完璧なね、勝ち方だったんじゃないでしょうか。で、3日ね、4対1でね、DeNA というところで、バウアーのね、解説、この試合の解説はね、バウアーの解説でね、やってますから、そっちぜひ見てください。で、一つ気になったのはね、広島先発クリね、4回ぐらいからね、若干左肩がね、開くのが早くなって、なんか押し出してる感じになって、ちょっとね、ボールにキレがなくなったんじゃないのかなっていう、こう、整体するのが早くなったんじゃないのかなっていうところはね、若干投球はね、気になったかなっていうところはあります。ね。その他ぜひ、ね、バウアーの動画見てください。4日、3対2で DeNA サヨナラ勝ちっていうところで、まあ、この日ね、森下がクリーニング手術からね、復帰して、
登板というところでね、6回84球5安打3三振1球2失点、非常にねまとまった、復帰登板としては非常に良かったんじゃないでしょうか。で DeNA 先発したね、5回89、6安打3三振、1球2失点と、まあ、今年の中で一番悪かったかもわかんないね。ちょっとね、制球ちょっと定まらない中で、ね、ちょっとばらつきあったんで、まあ、仕上がりにね良くなったっていうところはあるけども、今年の中で一番ちょっと悪かったんじゃないのかなと思います。まあ、その中でね、カープはね、初回秋山のタイムリーで、2回にね堂林の、タイムリーというところで2点先制してね、このまま行くんちゃうかと思って、やっぱり DeNA の強さがね、粘り強い。5回の裏ね、桑原がホームラン。ね。で、2アウトから強打センター前。ね。で、ここで盗塁。山戸がね、代打山戸、ライトにね、同点タイムリーっていうね。このまた、ホームラン打った後、2アウトから強打が出てね、センターへヒット。で、しかも盗塁で代打山戸がタイムリー打つっていう、この流れがまたね、いいよね。強打もいい働きしてるね、DeNA でね。で、同点になって、まあ、このままね、どうなっていくのかっていうところでね、まあ、9回裏ねピッチャー島内から松本に代わって宮崎がねライトしたんでサヨナラホームラン宮崎グッズナイスバッティングっていうね、もう広島にとって最近9回が鬼門です。まあ、DeNA はねこの日伊勢がベンチがで山崎はさっき登板せずね、で石田の後ね三島、入江、ウェンデルケン、森原とね、リリーフ陣ね何枚も層があるっていうところはね非常にグッとね、グッとリリーフだったし、このねリリーフ陣の層の厚さっていうのは今後の戦いに向けてかなりのアドバンテージがねあるんじゃないでしょうか。で広島はねこの8回ワンアウトからね秋山ライトへツーベースね、ピッチャーウェンデルケンね、ここから4番マクブルーム三振、西川敬遠されてデビッドソン三振で、ここで1点取ってればっていうねところでチャンスあっただけにねもったいなかったね。しかし結果ね2勝1敗で DeNA の勝ち越しでした。最後は、阪神対中日、2日1対3で中日、3日8対7で阪神ルーズベルトゲーム、このカード4回目のルーズベルトゲーム、ね、4日3対2で阪神というところで阪神の2勝1敗で勝ち越しというところになりましたけども、2日の日で1対3で中日というところで阪神先発青柳ね10日ぶりの登板という中になりましたけども、6回103球6安打4三振2四球1デッドボール3失点と、まあ、10日前に比べるとフォームのバランスは非常に良くなっていると思う。でしかも初回の3点3安打のみで2回以降もヒット1本しか打たれてないから、そういった意味ではねその10日前に比べると俺はまあ点取られたけども、ね、敗戦投手になったけども俺は良かったんじゃないのかなと、思いますね。で中日先発ね、福谷6回3分の2 95球5安打4三振2四球1失点とね、こちらもね勝負球がね非常に低めにね変化球特に決まってねグッピッチね、でストレート変化球腕の振りがね同じっていうところでね阪神打線もねちょっと対応しきれなかったんじゃないのかなっていうね中で、まあ、初回ねこの速攻で3点取ったのがねドラゴンズ大きかったかなとね。でワンアウト満塁から細川がねライトにタイムリーヒット打つんだけども3球もねこれはもうねちょっとねスライダー狙い打ちかなっていうね、めちゃくちゃうまい具合にスライダー引きつけて反対方向に打っててるから、これはねちょっと狙い打ったんじゃないのかなっていうね。でその後ねワンアウト一三塁から溝脇のねセカンドゴロの間に1点を挙げてね3点ね、4回の裏にね、佐藤のレフト前タイムリーツーベースで1点取られるけども、まあ、そのままね、しっかり福谷で勝つのね祖父江マルチネスとね非常に、グッドリリーフでね結果ね、三振全員でね福谷4個勝つの1個で祖父江3個にマルチネス3個とね11奪三振をね奪い取って完勝じゃないでしょう。で3日ね、8対7で阪神っていうところでね、中日はね、2回に打者一巡で6点取って、これは正直ね、勝ったなってね、思った。間違いなくね。でもその中、追いつかれるんだけども、9回表に木下のセンタータイムリーヒットで勝ち越して、これ勝ったなって思った。だから2回思った、この試合、勝ったなって。でもね、結局は中日、自滅です。ね。まあ、6回の裏はね、先頭佐藤フォアボール。で、2アウトになってから木浪ライト前の代打小野寺ね、ライト前ヒット。2アウト満塁から近本のね、レフト前タイムリーとね、ここはね、しっかり打って、ヒットを積み重ねて、阪神はね、得点するんだけども、5回の裏ね、中野がツーベース。ここで岡林ファンブル。バーッと。で、3塁行って、ね、ノーアウト3塁、ノイジーね、ショートゴロの間に、中野ホームインで行って。で、またワンアウトランナーなしから、大山ツーベース。で佐藤ね、ライトでタイムリーヒット、ここで2点ミスからで6回裏、ね、
ピッチャー涌井から砂田に代わってフォアボール3つで満塁で、ワンアウト満塁でノイジーのね、ファールフライ、福永ねスライディングキャッチでなんとか守備も頑張るぜっていうところで2アウト満塁になるけども、大山のねレフトタイムリーヒット、ここで同点で9回裏大山先頭ライトへツーベースで、佐藤ノーアウト2塁からね、セカンドゴロ、福永飛んでるバーッと同点で、代打原口レフト前ヒット、レフト大島ファンブルバーッと、ファーストランナー佐藤よく三塁まで行った、あの判断グッド、ね、でノーアウト一三塁から梅のフォアボールで、木浪はね最後ライト前ヒットなるけどもね、ちょっとミスが多いね、6回とかね砂田勝の2人でフォアボールだからね、3四球からの大山タイムリーでしょ、で9回もね福永さっきねいいプレー見せたのにファールでスライディングキャッチで、まあ、飛んでるバーッと、これねアウトにしとけば同点にはなったかもしれないけど、逆転9回にサヨナラ負けすることはなかったね、そういったところではね6対0からちょっとミスも絡んでの逆転負けっていうのはちょっとチームの雰囲気悪いね。で4日3対2で阪神というところで、中日ね取れる時に取らないからこうなる、先発柳見殺し足引っ張りかわいそう、もうこの一言ですね、もう2回3回4回5回6回チャンス作るけども柳のタイムリーのみ、ピッチャーとピッチャーね、4回ね、2アウト1、3塁から柳がねレフト前タイムリーヒットでね先制で、5回石川のねタイムリーツーベースでね2対0になって、このまま逃げ切るかっていうねところで、7回裏ね大山にツーベースで、佐藤ね、セカンドゴロで進塁打で、小野寺ピッチャーゴロでアウトになるけども、ここでね2アウト3塁から坂本のセンター前タイムリーヒット、坂本いいね打撃もね、しかもこのね完全に負ける流れを勝ち切るっていうね、この7回の坂本のタイムリーはねめちゃくちゃ大きかった。でもまだ中日が勝ってる、その中で8回裏ね、ワンアウトから近本フォアボールで、中野ピッチャーゴロでアウトになるけども、これよ、ここ中野のピッチャーゴロダブルプレー取って終わってたのに、ショート福永ポロンチョバッと取ってアウトにして投げようとした時に握り替えで落とすっていう、バッとこれダブルプレー取って終わってたね、で取れず残ってノーアウト一塁、ノイジーのレフト前ヒット、大島ファンブルバッと、また前日と全く一緒で、ツーアウト一三塁になって大山のタイムリーヒットで、その後佐藤のね、レフトタイムリーヒットで勝ち越しっていうね、柳かわいそうで、打線をね2回ツーアウト一塁村松ね、センターフルで、3回、ツーアウト一塁石川ねサードゴロ、まあ、ワンアウト一塁から細川もファーストファールフライで、ここ柳がセンター前ヒットをつけても岡林バント失敗っていうね、バーッと4回5回1点取ったけどね、もう1個がね、4回も柳がヒットを打った後に岡林がねショートゴロで2アウト1塁得点できず、で5回も石川タイムリーツーベース打った後にワンアウト2塁からビシエド福永連続でアウトで、6回も2アウト2塁から岡林ライト前ヒットになるけども、2アウト1、3塁から大島がねピッチャーゴロでアウトっていうね、取れる時に取らないとこうなるっていうね、でもう阪神は少ないチャンスをものにするっていうねところで、柳見殺しかわいそうっていうようなね試合展開でしたね。まあでもね柳もまだ一勝してませんけども、まあ、ここは我慢してね踏ん張ってやっていく必要があるかなと思います。結果ね2勝1敗で阪神の勝ち越しでした。さあということで金曜日早朝おしまいです。佐々木も疲れました、ね、皆さんもより良いゴールデンウィーク、明日からの3連戦ねどうなるでしょうか、お楽しみにということで、今日もありがとうございました。